これ盲点でしたね。しばらくはね、誰もいなかったと思いますね。こんにちは、スピリチュアル芸人のパシンペロンはやぶさです。今日はデイトナオカルト部に寄せられたコメントを返していきたいなと思います。E. M. さん。動画の中ではやぶささんの目つきがたまに変わる時があるのはスタジオで霊が見えた時ですか。これ結構言われるんですけど。 スイッチを入れたとき私の目つきが変わるらしいんですよね。ただ集中して真面目になってるだけだと思うんですけど、うん、だからよく言われるからもしかしたら、うん、スイッチを切り替えて幽霊を見てるときなんじゃないかなっていう気もしますね。まあ誰かに対してイラってしたときも多分目つき変わってるし、不に安ってなったときも変わってるし、<laughs> いろんなときに変わるとは思いますけどね。 えっと、EJ さん観光名所兼自丸の名所の近くの温泉宿に行き一人で温泉に入った時に誰かいるかもと気配を感じ結局誰もいなかったのですがレイさんをお持ち帰りしてしまいましたそういうういい時は温泉ででも効かないんでしょうか、ねうん、まあ私よく除霊の方法として温泉入ると、まあ、温泉だけに限らず毛穴が広がったりすると結構そこから自分の中に入ったお化けとかって出てったりするんですけれども。 うーん温泉に入って持ち帰った場合どうしたらいいかもう一回温泉入るのがいいじゃないですかね <laughs> あとお化けってその場所に結構こだわりがあったりするのでたまたま連れて帰ってきてしまったんだったら同じ場所に置き去りにするっていうかそういうのがいいかなと思いますスカンクさんにゃんこかっこ動物が守護霊になることってありますかそもそも人は生まれた時から守護霊って決まっているのですか ニャンコに限らず動物が、まあ、特に飼ってた動物とかが守護霊になったりすることっていうのはいっぱいありますね。うん、あとは猫好きな人には猫の霊がいっぱい集まってたり、うん、そういうのはよく見ますね。ただ 守ってくれてるのかはいまいちわからないですね一緒にいてくれるっていうこともあるし癒してくれるとか慰めてくれるっていう感情はあるんですけど普段私の実家のワンコが私を守ってくれているとは思えないからそういう想像になってんのかなだからまあいるなとかあったかい感じになるなとかっていうそういう感じはありますけど守護霊みたいに車が来たからえいやって守ってくれるとか 交通事故に遭いそうな時に、その軌道をちょっとずらしてくれるとか、そういう力が猫ちゃんとかワンちゃんにあるのかどうかまではまだわからないです。で、人は生まれた時から守護霊が決まってるのかっていうところなんですけれども、これ盲点でしたね。うん、考えたことなかった。うんで考えたことなかったから、私子供2人いるんですけど、うちの場合どうだったかな？って考えたら。 しばらららくははねね生ままれて何日ぐぐいいいいヶ月ぐらいは誰もいなかったと思います、ね、私産後ってすごい霊感のセンサーがいつもオフにできなくてオンになっちゃってだから目覚ましじゃんけんとか全部勝利してしまったり見たくないお化けを大量に見てしまったりっていうそういうんだろうな霊感のゾーンに入るというかハイテンションになるというかそういう。 うん、期間が1ヶ月ぐらい続いてたんですけどその霊感の強い時期ですら、うん、自分たちの子供に来ている守護霊っていうのは見えなかったですねで気づいた頃には「あおじいちゃん来てるな」とか「おばあちゃん来てるな」っていうのはあるので、うん、今うちの子供5歳と8歳ですけど今の段階では守護霊いるなっていうのはありますねだかかららなのか私あの生後しばらくね。 私しか守れなないいみたいな私がちょっと気抜いたらこの子たちは死んでしまうかもしれないみたいななんかやけに恐怖感があったのはもしかしたら守護霊がいないからどうしようみたいなそういうふうに思ってたのかもしれないですね。うんまあ、私は、ね、2人しかか子供を産んでないから生まれた瞬間の 子どもしかしたら生まれた瞬間から「どうも」ってねおじいちゃんがいる場合もあるかもしれないし、うん、うちの子はね1ヶ月2ヶ月で守護霊がいたけれどももっともっとしばらく来ないっていうパターンもあるのかもしれないから、うん、統計としてはね少ないから今言える感じはそんなところですかね。プアマスターさんババラバラ死体のののはどの部位に出るのか 墓に出るのか、病院に出るのか、仮想場に出るのか、自宅に出るのか、という場所的パラドックスがある。全部に出るとしたら、街中心霊現象だらけになる。面白いコメントですね。体と魂って別物なんですよね。うん、だから魂になって、生前の見た目とか格好とかはしてるんですけど、うん、バラバラにそうやって捨てられてしまったというか、置かれてしまった場合に、足だけあるとか、 あでも足だけの幽霊もいたりするんですよねうんでも感覚としては私がちょっと目が悪いから足だけ見えたなとかってそういう感じでバラバラだからこっちには手がありこっちには足がありこっちには顔がありみたいなそういう見え方はしたこと今までないですねうんだから魂と体は別だからいつも一つにまとまってどこかしらの場所に出るっていう うん、感じかなと思いますで火葬場に出るのかっていうこの発想もねすごいね斬新だなと思ったんですよね火葬場でお化けとかって見るかなって思ってよくよく考えてみたんですけど、まあ、私火葬場にね行く体験っていうのもうんそんなにはないですけれども煙でね魂は感じるんですよね。うん、だから仮想場の煙を見てや こういうい方が亡くなったんだろうなとかこういううい気持ちで亡くなったんだろうなで煙とともにその感覚とか感情とかっていうのもパッて消えていくので、うん、その仮装されるまではその姿形でいたりするんですけど魂も、うん、煙になったあとはやっぱりそれぞれ行きたい場所に行ったりなんか事務手続きみたいのがあるんであればそちらに一回行くのかなと思いますね。 だから仮想場ってそんなに幽霊見たりしませんねループさん何体かの霊に取り憑かれていると我慢強くなりますかえどういうことこれ <laughs> え？私めちゃくちゃ我慢強くないですでも最高霊7体8体ぐらい取り憑かれたことはありますうん だからなんだろう我慢強いっていうかでも私痛みにめっちゃ強いんですよねうーんだから痛みに強いとか重さに強いとかそういう強いだったらあるかもしれないけど我慢強いかって言われたら我慢強くはないっていうかどういう意味これうん、めっちゃ面白いコメントだなと思いましたさあコメントいっぱい返してきましたけれどもいかがだったでしょうかまたねこういうハヤブサの部屋的な うん時もやっていこうかなと思いますので、はいコメントぜひぜひお願いいたします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。デイトナオカルトブでした。